はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、ティンバレス編。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について、1から、いや、0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、ティンバレスの基礎知識、ティンバレススティックの持ち方、パイラーの叩き方とリズムパターン、リムショットの叩き方、ダブルスロークの叩き方、アバニコというティンバレスの定番フィルグの叩き方について解説していますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、ティンバレスのカウベルでございます。 特にこのマンボベル。このマンボベルの叩き方について解説していきます。まあティンバレスね、いろいろカーベルを使うわけなんですけれども、特にこのマンボベルが一番難しいと思いますので、これを使って叩き方を習得してしまおうと。で、これがね、叩けるようになれば、他のカーベル、簡単ですから、他のカーベルに応用させることができますので、まずはね、このマンボベル、えー、みっちり習得していきましょう。はい、このマンボベル、スティックを当てることさえできれば、こう音出ますんでね。 極論、まあ、どこを叩いてもいいんですけれどもこのレッスンでは、まあ、なるべくいい音でなるべくいいリズムで叩けるようなさまざまなコツというのを伝授していきたいと思います、はい、でこのマンボベル前提としてこのだ面のどこを叩くかによって音が変わりますはいいろいろな音が出ますねあとはこのスティックのどの部分で叩くかによっても音が変わります 例えば、アスティックの一番先、先端で叩くのか、もっと奥の方、中の方で叩くのかによっても音色が変わりますね。1、はい、つの楽器によってさまざまな音色が出せる、音が出せるっていうのは音楽の表現の幅が広いっていうことなんですけれども、それが、ね、その分、初心者の方にとっては難しさになってしまいます。つまり、叩くたびに、 こう音が毎回変わってしまってはこういいリズムにならないすごいわちゃわちゃした感じになってしまうとででこういろんな音がしてしまうとねまあ簡単に言うと下手くそに聞こえますとこれパイラの時と同じですねパイラもさまざまな音がしてしまうとなかなか安定したグルーブを出すのが難しいという話でしたそこでえ今回もですねこのカウベルの基準のポジション基準の音っていうのを2つ 決めたいと思いますのでまずはこの2つを確実に叩けるようにこの2つを確実に叩き分けられるように練習してみましょうはいでは今回ある2つの音色のことをオープンとクローズと呼びますまずオープンはいこれがオープン続いてクローズこれがクローズですオープンクローズオープンクローズオープンはいではまず1つ目の音オープンからいきますオープンの時はスティックの持ち方もオープンで楽にゆるーく持ちます で、スティックを当てる位置はこのマーキングポジション。このマークが今回も役に立ちます。このマークでマンボベルに当てればよいと。はい。で、このマンボベル、叩く場所、叩く位置なんですけれども、まずこの長い辺ありますね。このカーベルの長い辺を3等分します。はい。どっかで聞いた話ですね。この長さをまず3等分して、 外からこの穴が開いている方から3分の1の位置ですもう一回言いますねこの長い辺ありますね長い辺の長さ3等分したうちの外から3分の1はい。ここと今度この短い辺見てください短い辺の長さを3等分しますこの辺の3等分して自分手前側から3分の1 この三分の一とこの三分の一が重なる位置はいここが、えー、このマンボーベル叩くポジションオープンの時に叩くポジションになりますはいではこの横の三分の一と縦の三分の一が重なるポジションにこのスティックのマーキングを当ててみましょうはいいかがでしょうかおそらくですねみんなが使っているカウベルもこのあたり三分の1三分の一あたりが一番自然に よく響く響ポイントだと思いますでこのあたりを叩いてもスコンスコンスコンと抜けのいい音がしない場合いは、まあ、この付近でね前後左右微調整して叩いてみてあよく音が通るないい音で鳴っているなというポイントを見つけてください。だいたいねこのあたりこの付近になるかと思います。 はい。そしたら、例によって、この場所にもうシールを貼ってしまいましょう。こう叩く場所を見える化することによって、練習時間を大幅に短縮することができます。でそしたら、もうこのシールの場所に、はい、このスティックのマークを当てればよしと。あー、これは分かりやすい。はい、これがオープンになります。はい。では続いて2つ目の音、クローズいきます。クローズは、まずオープンを叩きます。はい。で、この時ときと、 スティックのポジション位置を変えません。同じポジションで叩きます。ただしこのスティックの角度、マンボベルに当てるスティックの角度を少し傾けることによってスティックの先端部分で叩きます。オープンの音よりも音が小さく細く高いキッキッキッと。 いった感じの音になると思います。これがクローズです。でクローズを叩くときは。こうスティックを持っている指を軽く。閉じます。この指を使うことによって、このスティックの先端部分を落として。ちょんちょんちょっとヒットさせて、キッキッキッと高い音を出します。はい。つまり、オープンの時。 このマーキングポジションをシールの位置に落とすこの時はゆるーく楽に持って落とすだけはいで、クローズの時は落とした後ですね叩く時なんかは指先をクッと軽く曲げることで先端部分で当てると交互に叩くとオープン、クローズオープン、クローズオープン、クローズ オープン、クローズとなります落とす、指を使う落とす、指を使う落とす、指を使うという運動になりますのでぜひこれを交互に叩くというのをまずは練習してみてください、はい、見やすいようにちょっと左手でもやってみますねオープンの時はスティック楽にゆるく持ってもう落っことすだけです落っことしてこのマークがシールに当たればオッケーですこれがオープンで続いてクローズは指を 軽く閉じますスティック持ってる指を軽く閉じることによってこの先端を落とす。で先端でマンボーベルに当ててはいこれちょっと弱いキッキッキッっていう音が出ればオッケーです。これがクローズです。ここにやるとオープンクローズ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 はいこういった動きになります。 はい、このオーープンとクローズこの2種類を叩き分けて組み合わせることによってリズムなんかを叩いていくわけなんですけれどもこの叩き分け方ね人によってはこうスティックを前後に動かして叩き分ける方もいますしこう左右に動かして叩き分ける方もいらっしゃいます結構ねいろんなやり方があるんですね まあ、その中でも、まあ、僕がいろいろ試した中でもですね、このポジションでオープン叩いて、このまま角度を変えて、スティックの位置を変えずに、クローズを叩くっていう、これで叩くとね、この動きのロスが少ない、効率的に叩けますし、安定して、同じ音色で叩くことができますので、初心者の方はね、これでまず習得することをお勧めします。 で、もうある程度ティンバレスの経験があって、今までこう違うやり方で叩き分け方をしていたという方はね、ぜひこのポジション、一回試してみてください。これで一回ね、やってみるとね、あ、ここめっちゃ楽だなって、えー、なると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、ではこのオープンとクローズの叩き方、叩く位置が確認できましたら、もうあとはね、ひたすら叩くだけでございます。ひたすら慣れて、えー、練習していきましょう。練習方法の例としては、やっぱりこの、 交互に叩ねとえばタイミングに合わせてオープンクローズ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 ワンツースリーフォーワンツースリーフォーとタイミングに合わせて叩き分けるでオープンはオープンクローズはクローズで毎回同じ音色が出せるように練習しましょうでこれができるようになったら今度は逆順でクローズから叩きます クローズオープン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 ワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォーはいこの順でも練習してみましょう慣れてきたら今度四拍ずつで交互にチェンジするというのもやってみましょうワン・ツー・スリー・フォー・ツー・ツー・スリー・フォー・スリー・トゥー・スリー・フォー・フォー・トゥー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォー・トゥー・スリー・フォー 1> 1 it. はいいかかがでしょうかこのオープンとクローズのたたき分けが自由にできるようになりましたら今度はリズムパターンでたたいてみましょうパイラの回でもやったワンスリーフォーワンスリーフォーワンスリーフォーのリズムタッタタッのリズムですねこれでやってみましょうまず1が オープンで叩いて34がクローズはいこれ2回連続クローズで叩きますでこうキキって2回早く叩くのでうまいことねこのスティックのバウンドと指のコントロールを使ってタイミングを調整してくださいするとコンキッキコンキッキコンキッキコン コン,キキ,コンキキといったリズムになります。ゆっくりやります。せーの。ワン、ツー、シー、e ォー、ワン、ツー、シー、フォ e ワ four one ー、ワン、ツー、フォー、ワン、ツー、フォー、e ン、four one はいこのコンキキコンキキというのはですねもうどんなテンポでもどんなジャンルの音楽でも,もう大体合わせることができる万能のリズムパターンっていう感じなんですね。なのでまずはひたすらこれを練習して習得するのがいいと思います。超ゆっくりから練習してでだんだんね慣れてきたらテンポアップして最終的にはですねこれぐらいで叩けるといいかな。 はい、これぐらいまで練習してみてください。で片手でねやるのつらいわーってなったら別にまあ両手使ってやっても OK ですので、まあ、とりあえずできるところまで練習してみてください,、はい。ではここまでできた方は応用編に行きたいと思います。応用編何かというと今オープンの音をこのポジションを叩いて鳴らしてるわけなんですけれどもここで鳴らす音よりももっと大きな音が欲しいともっと存在感のある 音が出したいと例えば曲がねも,うものすごい盛り上がった時とかねもっと大きな音鳴らしたいわとなったらどうするかっていうのをやりたいと思いますそしたらねもうなんとなく想像つくかもしれないんですけどもこのね端を叩きますはいここっすねでこの穴が開いてるのを、まあ、一般的にこのカウベルのマウスと言いますこのマウスを叩くわけですね まあこの辺のどこを叩いてもいいんですけれどもだいたいねこう太い音を出したいとなったら真ん中、ど真ん中を叩くことが多いですなのでこの辺の真ん中をスティックのマーキングポジションで叩きましょうはいこれをオープンにするとこうコンキキコンキキを叩いた時もね この基本のポジションでコンキキコンキキもう楽勝でできるわとなりましたらね今度このまま横にスススとスライドさせていって今度ここでコンキキコンキキはいここで叩くというのも練習してみましょうこれをマウスポジションとして基本のポジションと曲が盛り上がったり爆音で叩きたいとなったらここにスライドさせるというふうに。 すするとといいいかなと思いますはい、というわけで今回はマンボベルの叩き方でした。オープンとクローズの2種類の音がしっかりと叩き分けられるように練習してみてください。でこのマンボベルで、このコンとキーがしっかり叩き分けられるようになりましたらね、あとはもうスティックを移動すれば、もうこれでチャチャベル叩けますし、ボンゴベルがある場合でも叩くことできますし、例えばパイラでも今回の叩き方で、 叩いてもも全然、OK、ですしもうね可能性はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。